使い捨てコンタクトはお金がかかるので ICL にしようか迷っています。シルクさんどう思いますか？僕はオルケーソトラジーだっけ、寝てる間に眼球にくっつけて、その眼球の形を無理やり変えて、ほんでなんか夕方ぐらいまで視力がいいんだけど、その眼球の形がそれで固定されるので、ただ夕方ぐらいになるとその眼球の形が戻ってきちゃうので、夜になると目が悪くなるってやつなんですけど、だからそっちの方が要はそのレーシックみたいな、その何か目の中に突っ込むやつってちょっとどうなるか分かんないから怖いので、なのでそのオルケソラトラジ、あっちの方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか日本でやってる人あんまり聞かないので、で、コンタクトレンズ一回レッド試したことあるんですけど、なんか目がかゆすぎて僕ダメだったんですよね。で、そもそも目が悪くてばあまり困らないということに気づいてしまい、なので目が悪いままになってます。はい。